ました。ではお時間になりましたので後半のパネルディスカッションに移らせていただきます。テーマはソーシャルキャピタルと商店街ということなんですけれども、まずパネリストをご紹介させていただきます。愛媛県商店街振興組合連合会理事長の日野二郎さんです。そして私ども NPO 法人ワペイルム理事長の高橋和幸でございます。どうもそれではまず自己紹介も兼ねてなんですが、日野理事長にですね、映画の感想も含めてちょっと一言お先にいただければと思います。一個文句があるんですけども、この映画松山弁がちょっと怪しい、ちょっと松山弁は正しく使うまずはちょっと文句を言ってみたりいたしまして、実は高橋さん、4年前ですね、最初にやってから、最初にやったのはどっかの会議室、4年ぐらい前に、電通という会社があります。そうですね、そこで商店街のイベントの打ち合わせを実は私はしてたんですね。そこに高橋さんが突然現れて、映画を作りたいんですって言って、多分4年前に最初にお会いをいたしました。で、映画の感想はそのまんまやなとそのまま、その後ちょうど愛媛県出身だということを聞いて、中島町、ゆかりがあって、今度松山の町作り松山に遊びに来ますと言って、1週間ぐらいずっといらっしゃったんですよ、町作り松山に。で、なんかそのまま映画になったような気がするんですが、違いますでしょうか。というのが感想でございます。はい、ありがとうございます。またゆっくりお話を伺いたいと思います。で、多分高橋はこちら中島が出身というご紹介をする以外聞いたことのない監督だと思いますので、その辺も含めてちょっと自己紹介お願いします。聞いたことのないすごいな振り方なんですけど、実は父が姫ヶ浜で、うちの先祖は姫ヶ浜で、ね、眠ってまして、そういった関係があります。ここの愛媛県、松山市という地は、私にとって本当かけがえのない、地域だと私は思っています。なぜ大田区にということを少しお話しよう。この今僕住んでるのは大田区でも全然関係なくて、藤沢に僕住んでるんですが、ですね、大田区に来た？大田区で映画を撮った理由を。大田区でですね、映画を撮った理由っていうのは、まさに京急電鉄と、大田区行政がまだ311の頃の前ですよね。メディアが取り上げて、すごいどこの地方でも、京急電鉄バス大田区行政みたいなことで取り上げて、ましたよね。そういうところをあえて何かそこになんか、チャンスが逆にないのかなと思い、大田区入りしたわけですね。そこから1年間どっぷり、1年間も以上なんですけど、どっぷり疲れました。で、その取った理由と言いますと、その50万っていうのはですね、大田区民 その寄付で、大田区行政が回しているファンドなんですね、基金なんです。で、要するにその地域問題、社会問題にそのなっているそのことなんですが、それっていうのはトップダウンでいきますとですね、その京急電鉄さんと大田区行政の間で分かってるということなんですが、市民 そのボトムアップの形でいきますと、やっぱりテレビメディアを信じますので、まるっきり鵜呑みにしてしまうっていう側面をやっぱり持ってるんですね。で、私がそこにどうにか切り込むことはできないかと、初めは大田区行政の方に企画を持っていったり、京急電鉄と一緒に持っていったりしたんですが、1回、2回、3回、4回、5回、ようやく10回あたりぐらいで、
ようやく話を聞いてくれるようになってきまして、ここまで、話がついてきたんですが、やっぱりその、まあ、市民の、立場に立った時に、やっぱりその映画とかで実現化ですよね、具現化する方がやっぱりその市民の皆様に、どういう実情かっていうことがはっきり示せることができるっていうところで最後は落とし込んだんですが、まあ本当にまあこの、社会問題っていうのはいろいろたくさんあるんですけど、まあここの部分で、まあ、落とし込んだっていうところなんですが、はい、ありがとうございます。実は映画の中に出てくるワイワイポート横須賀という中で、主人公が出会う方が日野五郎会長ということで、実は日野会長を描いたというようなところがあるんですが、そのまちづくり松山というまちづくりで、ちょっと私が聞いたところによりますと、商店街のことをまちというふうにおっしゃるんですか。まあ、商店街というか、はい、いわゆる、昔ながらの、はい、まあ、にぎわいって言いますかね、はい、まあ、それが商店街に象徴されるんですけども、まあ、そういう意味での街、はい、漢字の街じゃなくて平仮名の街というようなイメージですかね、はいはい、で大田区というところはですね、商店街実は東京都の23区の中でも結構たくさん商店街を持っている行政の一つなんですね。人口約69万人おりますので、その地域4地区に分かれてまして、今日は蒲田を中心に書いてますが、それ以外にも大田区の中は大森地区、それから田園調布地区、そして、まあ、麹屋というようなところが分かれて4地区が分かれているので、まあ、それぞれちょっとバラバラになってしまうということなんですが、ちょっとこの前先ほど会長とお話をさせていただいていて、松山というのは中核商店街だというお話をされていたんですけれども、その辺の話をもう少し詳しく教えていただいていいですか。まあ、ちょっとこう大冗談に言ってしまったんですけどね、全部今日本中東京に一極集中っていうようなことで、まあ、我々の商店街も、まあ、どちらかというと東京のコピー版って言いますかね、特に、医療品なんかはもう全国同じブランドが、郊外の大型ショッピングセンターに行っても我々の町に行っても、まあ、ほとんど同じものが売られてて、どうもそれじゃらしさがないな。でやっぱりその松山らしさとか愛媛らしさっていうのが、これから多分、まあ、言えるんだろうと思って、でちょうど松山は50万人なんですけれども、まあ、そういう意味では松山らしさっていう言葉が一番言えるギリギリの大きさ、一番大きい50万ぐらいが限度だと思うんですね。でそれ以上例えば向かい側の広島に行ってしまうと、まあ、若干それが薄れてくる。で、まあ、その中で、まだその松山らしさっていうのが、まあ、ちょうど私どもがやってる商店街の北海道銀店街、まあ、それが、さっき、ま、道後っていう新聞出てきたけれども、まあ、その道後と、我々の商店街っていうのが、マッチングすることが非常に、特色がある松山っていうことで、それが、まあ、この映画でも、まあ、出してくれてたんだけども、まあ、そういうところをね、言えばこれからその全国に、まあ、言える一つの、大きな、まあ、愛媛らしさ松山らしさっていうのが言える商店街というのが我々の、まあ、お買い得銀店街だと思います。でそれと今出てきた蒲田とか、松山でもいろんな商店街がたくさんありますけれども、まあ、それは、まあ、その地域で住んでいる、まあ、生活の場の商店街、でそれと、いわゆる我々が担当する商店街というのは若干こう役目も違うし、まあ、そういう意味では昔はもっとちっちゃなコミュニティだったのが、今いろんなメディアができてくることによって、だいぶ大きくなってきてるんですよね。でそういう意味では一番こう分かりやすい町っていうのが、まあ、そういう少し大きめの40万50万の、まあ、例えば愛媛県という県域の中、あるいは四国という県域の中で、まあ、松山ですよって言えるような意味の商店街、若干そういう意味では
自慢できる部分かなというふうに思ってます、はい、今おっしゃったらしさってすごく大切だなと思ってまして、どうしても商店街活性というといろんなところを視察に行って、じゃあ同じことをやってみようというような取り組みをされたりするんですけど、なかなかそれを持ってきて同じことできるかというと、やはりおっしゃったように規模も全く違います。そして松山には道後があって、大田区の、特に蒲田には羽田があってというようなところがあるんですが、そういう意味でその町というふうに捉えて、ただ商店街だけじゃなくて、そこに住んでいる人たちが自分たちのいいところをアピールしたり、意識するというのはすごく大切だと思うんですね。でそこでちょっと皆様、商店街な人というところで、商店街の人ということではない、そのなという意味が実は高橋が非常にこだわったところなんですが、ちょっとそちらを話してもらっていいでしょうか。これはですね、のにしちゃうとただ単に特定になっちゃいますよね。最後にちょっと僕この映画の中で自分が一つだけ誇れるところってあるんですね。それは映画の中の最後のエンドロールなんですね。でこのエンドロール全てに出てきた人たち、これ全ての企業の方も市民だし、行政の方も市民だし、あと町工場の会長さんとか職員さんも、要するに市民だし、全ての方が市民なんですね。でそういった視点から考えると、このエンドロールの全てが人のつながりでまとまった形っていうところで、商店街な人、ここにエンドロールに出てきた人たちはみんな商店街の人なんですね。だから要するに、僕松山でいろんなイベントをこれ打ってきてるんですけど、松山ではその昔よ町行こうわみたいなこと言ったその商店街に行くっていうイメージだったんですね。だからいろんなところで言ってるんですよ、松山のことは。でやっぱり町ってやっぱりその要するに初めは人がいないくちゃいけない、人が作らないと町にはならないしっていうことで、商店街もやっぱりその商店街の人だけで、作るものでもなくて、そのやっぱり人から始まって作るわけですので、やっぱりそこに商店街に関わる全ての人っていう意味で商店街の人としました。